甲子園球児さんの好きなプロ野球選手ランキング。よう分かっとるやんけ。今宮なんでこんな高いんや。熱いチビへの憧れ。大谷は凡人にとって遠すぎる存在やからしゃあない。霊峰今宮ならしゃあない。今宮の高校時代記憶ない。やら今の球児村上藩。ここに入る鳥谷すごいな。一郎の全盛期知らんのに入るんか。票を入れた球児が吉田とか今宮みたいな身長なんだろ。 OB1 番人気が鳥谷かよショートが強い。数年前なら柳田が1位だったろうにかなり落ちたな。アルテオベとか好きそう。高校球児大手には無理だけど今宮とか吉田なら身長同じくらいやしギリ届きそうや。ラセや今宮は毎年ずっと人気よな。小柄な体格で活躍してるのは球児の憧れ。佐々木朗希は入らないのか。自分と体格似てる選手を真似したり憧れるのは納得やな。藤川が好きなランキングかと思った。身長なんかね。結局大谷さんも村上様も恵ま体すぎて。吉田今宮173センチ、大谷200センチ。空ちびの球児がどっちのプレーを参考にするか言うたら吉田今宮やろ。真似できるかどうかが大事や。球児は現実的。今の高校球児って今宮が高校時代の時まだ幼稚園児くらいな頃なのになんでこんなに今宮人気あるんや。今宮じゃなくせめてユーティリティプレイヤーの牧原大成だよね。吉田は筋肉で制圧したからなんもあるんちゃう。皆さんはどう思いましたか。ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。